冒険の丘は逆シルナムーンでレッドサンが襲ってきたマイキのこと、小遣いに村を守ることができるのか、今回の目標は50超えるかってことでやっていきたいと思いまーす。どうぞこちらで、そういうことで今日出るギャラクシーレッドムーンがこの村を襲ってきて、明日の朝にギャラクシーレッドサンがこの村を襲ってくるということで、夜になる前にセキュリティハウスを作ってこの村を守っていきましょう。ああ早く作んないぞ。よし、なんかいい感じの場所にやってきましたね。よし、まずはジャンパーの壁を作ってルナムーンが村に行けないようにしていきましょう。コマンドを使ってジャンパーの壁を、はい、よっしゃー、ジャンパーの壁できました。ということで、まだ高評価をしている人がいたらよかったら高評価よろしくお願いします。あとね、コメント全部返すので、もう何でもいいのでコメントよろしくお願いします。あとチャンネル登録も忘れずに。ということで、じゃあ次は虹の途中にレーザーを作ってルナムーンとレッドサンが来るのをね妨害しようかなと思います。レーザーモッドのレーザーとレッドストーンブロックで、はいはい、よっしゃ、レーザーを設置できました。このレーザーの中に拡張アイテムを入れることができるので、今回もこのダメージアップグレードをね入れていこうかなと思います。これがね本当に最強なんですよ。一回入れてちょっと入ってみましょう。いきます。えい、こんな感じで体力マックスでもね一発で死んでしまうんですよ。これやばくない？これならルナムーンとレッドさん2体来ても大丈夫でしょう。じゃあこのレーザーを高いところまで設置していきます。レッドストーンを置いてレーザーを設置。よーし、こんな感じかな。うわー、いい感じですね。反対側にも設置していきましょう。レッドストーンを置いてレーザーを設置。よーし、ミッションの中にレーザーを設置することができました。これは通ってこれないでしょう。よし、じゃあ次は岩盤の門を作って僕が通れるようにして、よーし、こんな感じかな。そうしたら地面を黒曜石に変えて TNT とかをね使い放題にしようかなと思います。またコマンドを使って地面を黒曜石にする。よっしゃ、地面が黒曜石になりました。これでも TNT が使い放題ですね。よっしゃー、よし、ということでセキュリティハウスをね作っていこうかなと思います。じゃあ今回はマイキーさんの顔でセキュリティハウスを作ろうかな。うわ、なんだこれ、なんか急になんか変な液体が出てきましたね。なんかすごいめっちゃ綺麗。なんだこれ、うざいね。じゃあマイキーさんの顔でセキュリティハウスを作ろうかな。じゃあまずは家を作るところの地面を岩盤にしていきます。1234567888×8に岩盤を敷き詰めて、いや今回はねレッドサンドルナムーンが2体来るからちょっと怖いね。なんかねギャラクシーレナムーン強かった気がするんだよ。これが2体来て大丈夫かな。いやー怖い。岩盤で埋めて、よし、マイケルさんの頭を作っていきましょう。緑と黒と赤でまずは顔を作っていきましょう。緑のコンクリートを設置して、よし、顔を作ろう。目があって口がある。よっしゃー、マイケルさんの顔ができました。そうしたら横と後ろを黄緑色で埋めていきましょう。やっぱりマイキーさんは3色しか使われてないので作るのが簡単ですね。いや、なんかね前ギャラクシーレナムーンと戦った時にめちゃくちゃ綺麗だったんだよね。いや今日も綺麗なレナムーンが見えるの楽しみだな。緑で埋めて天井を作って、よーし、マイキーさんの頭が完成しました。そうしたら穴開けて鉄のドアつけて、カーツまでね踏んだら開くようにしましょう。はいはい、よっしゃ、これで踏んだら開きますね。超楽だ。よっしゃ、次はこの家のね周りを作っていこうかなと思います。じゃあ床で使った岩盤で家の周りを囲っていきましょう。掘って岩盤で埋めて、よっしゃー、岩盤で囲いました。そうしたら次は落国用石で囲おうかな。もう一段掘って埋めて、よし、家の周りを囲いました。そうしたら落国用石の道を作って、よっしゃね、この家の周りにね溶岩を敷き詰めていこうかなと思います。で今回もマグマブロックを使ってこんな感じでマグマブロックの横にね溶岩を置こうかなと思います。なのでまずはマグマブロックを置いていきます。掘ってマグマブロックで埋めて、よし、マグマブロックで囲いました。そうしたら溶岩を流したいので溶岩を流す穴を掘っていきます。ほらー、よーし、溶岩を流す穴を掘れました。そうしたら溶岩を流す、ほらー、これはもうね適当に流していきましょう。当たっちゃえばダメージは一緒なので1マスも埋めて、よーし、家の周りに溶岩を流しました。これはいいね。よし、そうしたらこの溶岩の周りを泣く国洋介で囲っていきます。掘って泣く国洋介で囲って、よーし、こんな感じかな。そうしたら道の途中で使ったレーザーでね家の周りを囲っていこうかなと思います。レッドストーンレーザー、こんな感じで家の周りを囲っちゃおうかな。じゃあまずはレッドストーンブロックで家の角に柱を作って、よーし、こんな感じかな。そうしたらレーザーを設置。はい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 、よっしゃー、家の周りにレーザーを設置できました。これはいいね。ちょっとでもセキュリティを良くして、よーし、こんな感じかな。これでルナムーンとレッドストーンは通れないでしょう。よし、次はこのマイキーさんの頭の上に TNT キャノンをね作っていこうかなと思います。いやー、いつも当たってないけど今回は当てたい。2回挑戦で
できるからね。足地獄で屋上まで繋げて、まずはハーフブロックと丸石でこの形を作ってディスペンサー、はい、このディスペンサーの中に TNT を入れていきます。入れる TNT はこれ TNT かける5、これをね入れていきましょう。はい、そうしたら横のディスペンサーには普通の TNT を入れていきます。コピーして、はいはい、水流してボタンつけて、よっしゃ TNT キャノンが完成しました。よいしょー、どんな感じ、いけー、うわ待って、思ったより飛ばなかった。じゃあもう一個ディスペンサー増やして、どうだ、うおー、いい感じですね。これはルナムーンとレッドさんにも当たるんじゃない。ということで TNT キャノンが完成しました。よっしゃ、次は家の中を作っていこう。よっしゃ、ルナムーンが来たらすぐ出動できるようにアイテム装着装置をね作っていこうかなと思います。ディスペンサーとボタンとレッドストーンで、まずはディスペンサーをこんな感じで置いて、このディスペンサーの中に装備を入れていきます。じゃあ2体来るということで、今回はね善一さんとマイキーさんを合体して使おうかな。こんな感じで両方使っていきます。このアーマーをディスペンサーに入れて、武器はどうしようかな。じゃあやっぱりこのレインボーの弓とダイヤモンドの剣かける8、これをね使っていこうかなと思います。なんか相手はギャラクシー村人をね出して攻撃してくるので、剣はね結構使えると思います。これでボタンを押したら装備を装着できます。じゃあ横のチェストにレインボーリングを入れていきましょう。ほらー、よーし、そしたらカーペットを敷き詰めておしゃれにしようかな。カーペットを敷き詰めてベッド設置して、これでルナムーンを倒したらすぐ寝れますね。来たらすぐ分かるように窓も設置して、よーし、こんな感じかな。ということでセキュリティハウスが完成しました。よっしゃー、よっしゃ、もう早速夜になるまで待っちゃおうかな。いや本当に来るのかな、待ちましょう。わー、夜になった、うわ、ギャラクシーレナムーンって書いてある、本当に来たのかな。うわー待って、ギャラクシーレナムーンいますね。うわー、やっぱりめっちゃ綺麗ですね。よしよし、じゃあボタンを押して装備装着して、よっしゃー、ピンク大量に持って行きましょう。行け弓、よいしょー、よっしゃ、当たった。うわー、火の玉を放ってますね。こっち気づいてる、うわー、でもめっちゃ綺麗だな。うわー、さっきの行きたいな、さっきもギャラクシーレナムーンが出してたのかな。うわー、 TNT だ、すごい TNT なんか出してきたっけ、覚えてない。うわー、びっくりした、これがギャラクシー村人ですね。剣で倒して、よーし、うわ、なんか強くなってますね。よし、 TNT キャノンを使いたい、いけ TNT キャノン、これ当たるんじゃない。よし、当たってくれ、いけー、うわー、当たった。よっしゃー、 TNT キャノン当たりました。うわー、すごい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 、やったー、倒した。うわー、すごいすごい、ということでギャラクシーレナムーンを倒せました。次はレッドさんですね。うわー怖い、レッドさんが来るのを待ちましょう。見れるのかな、見てみよう。はい、よし、これでレッドさんが来るのかな。おはようございます。あれ、朝にならないですね。そうだ、レッドさんが来るワールドは寝ても朝にならないんだった。うわー、朝にならない。よし、でもおとなしくここで待ちましょう。よし、朝になった、ギャラクシーレッドさんって書いてありますね。うわー、すごい、ギャラクシーレッドさんがいますね。なんか普通のレッドさんとあんま変わらない感じする。行きましょう。うわー、高い、倒せるかな、えい、よし、当たった。あ、このレッドさんも火の玉を放ってきますね。ほら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 、指で体力削って、うわ、すごい、レッドさんは浮かしてきますね。高い高い高い、ほら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 、え、全然攻撃なくなんないじゃん。うわー、やばい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 、うわー、危ない。うわー、なんだ今の、うわー、また着いた。え、待って、今度は無限だ、嘘でしょ、頑張って倒しましょう。ほら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 、なんか達成した。よし、このまま殴れるんじゃない、やってみましょう、いけ、ダイヤモンドの剣、よいしょー、よっしゃー、ギャラクシーレッドさん倒すことができました。ちょっと待って、これさ、戻れなくない、まあいいか。ということで、ここからはね総集編になってます。よかったら最後まで見てね。今回の動画はクレイジーレッドさんが襲ってくるマインクラフト、この世界で村を守ることができるのか、今夜の目標は50超えるかということでやっていきたいと思います。どうぞこちらで、そういうことで、明日の朝、クレイジーレッドさんがこの村を襲ってくるということで、夜になる前にセキュリティハウスを作って、この村を守っていきましょう。まあ、早く作んないと。よし、いい感じの場所にやってきました。じゃあまずは、岩盤の壁を作って、レッドさんが村に行けないようにしましょう。コマンドを使って、岩盤の壁を、よいしょ、岩盤の壁できました。これでレッドさんは村には行けないでしょう。ということで、まず高評価をしていただいてよかったら、高評価よろしくお願いします。あとね、やってほしい都市伝説キャラがいたら、コメントに書いてください。あとコメント全部返します。あとね、チャンネル登録も忘れずに。ということで、じゃあ次はビーチの途中にレーザーを設置して、クレイジーレッドさんが来るのを妨害しようかなと思います。レーザーモードのレーザーとレッドストーンブロックを使って、はいはい、レーザー設置できました。このレーザーの中に特殊アイテムを入れることができるので、何を入れようかな。じゃあやっぱりこのダメージアップグレードかな。このね、ダメージアップグレード本当に最強なんですよ。一回入ってみましょう。リスポーン地点設置していきます。体力マックスで入ると、えい、こんな感じで体力
クバックスでもね、一発で死んでしまうんですよ。これやばくない？これならクレイジーレッドさんも一発で倒せるでしょ。じゃあまずはレッドストーンブロックを高いところまで積んで、相手も太陽なのでもう通れないようにしちゃいましょう。レーザー設置して、よし、レーザー設置できました。そうしたら反対側にも設置していきましょう。こんな感じでレッドストーンを置いてレーザーを設置。よし、道の途中にレーザーを設置することができました。これはレッドさんも通れないでしょう。じゃあ次は僕が通れるように岩盤の門を作っていこうかな。こんな感じで岩盤の門を作って、まあね、どれだけ大きくしてもレッドさんは通れないでしょう。よし、こんな感じかな。そうしたらね、岩盤と絵画を使って入り口を隠しましょう。岩盤と絵画を使って、まずは岩盤をこんな感じで置いて、よし、そしたら絵画を、よっしゃ、絵画置けますね。こんな感じで入り口を隠して、よーし、入り口が隠れました。これでバレないでしょう。じゃあ次は床を黒曜石にして TNT を使いまくれるようにしようかなと思います。またコマンドを使って地面を黒曜石にする。よっしゃ、地面が黒曜石になりました。これでもう TNT を使いまくれますね。よっしゃ、じゃあ次はね、セキュリティハウスを作っていこうかなと思います。じゃあ今回は相手はクレイジーで虹色のレッドさんが来るということで、今回は虹色のマイキーさんの顔をね、作っていこうかなと思います。じゃあまずは家を作るところの床を岩盤にしていきましょう。 1,2,3,4,5,6,7,8 8×8 に岩盤を置いて、いや、クレイジーレッドさんって本当にクレイジーらしいんですよ。なんか防具盾とか卵とかを降らせて攻撃してくるんですよ。やばくない？卵でどうやってダメージ与えるんだろう。よっしゃ、いろんな色を使って虹色を作っていきましょう。うわー、すげー、虹色だ。じゃあ顔を作っていこうかな。目があって、口がある。よっしゃー、虹色のマイキーさんができました。なんかすごい違和感がありますね。じゃあこんな感じでピンクと赤色で横と後ろを作って、天井も虹色にして、うわー、すごいカラフルだ。いやー、クレイジーレッドさんってどれくらい強いんだろうな。クレイジーってついてるからなんか怖いな。よっしゃー、鉄のドアを設置して貫通板で踏んだら開くようにしようかな。よーし、踏んだら開きますね。これは楽だ。そしたらこのマイキーさんの顔の家の周りをね、作っていこうかなと思います。じゃあまずは床で使った岩盤で家の周りを囲っていきましょう。こんな感じで岩盤を置いて、よし、岩盤を置けました。そうしたら岩盤の道を作って、溶岩をね、大量に置こうかなと思います。じゃあ1,2,3,4,4マス穴開けて、ここに溶岩を流そうかな。じゃあこんな感じで溶岩を流す穴を掘って、いやー、これ大変だな。でもルナムーンってこの溶岩当たるのかな。いやー、わからない。はいはい、よっしゃー、溶岩を流す穴を掘れました。そうしたら溶岩をね、もう適当に流していきましょう。ほら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 、まあこれはね、当たっちゃえばダメージは一緒なので、よし、溶岩を家の周りに設置できました。これは誰も入れないでしょう。そしたらこうね、さっき道の途中で使ったレーザーを設置しようかな。コピーしてレッドストーンの柱立てて、はい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 、よっしゃ、レーザーをね、設置できました。じゃあこれで家の周りを囲むから、じゃあまずは家の角にレッドストーンの柱を立てて、よし、そしたらレーザーをくっつける。はいはい、よっしゃ、家の周りをレーザーで囲むことができました。これはもう誰も入れないでしょう。ちょっとついでにこのレッドストーンの前とかにレーザーを設置しても、こんな感じでレッドストーンの後ろにレーザー設置して、よし、これでちょっと守られるんじゃない。うわー、すごい。よし、次はこのマイキーさんの頭の上に TNT キャノンをね、作っていこうかなと思います。上にはしごをつなげて、よし、屋上までつなげました。じゃあ TNT キャノンを作っていこうかな。作り方はね、簡単です。丸石とハーフブロックのディスペンサーがあればね、作れます。まずは丸石をこんな感じで置いて、ハーフブロック、ディスペンサーを、はい、このディスペンサーの中に TNT を入れていきます。じゃあこれかな、普通の TNT でいきましょう。こんな感じで入れて、このディスペンサーをコピーして横にも設置していきます。そうしたら水流してレッドストーンで繋げて、リピーターで送らせて、レバーつけて、よっしゃ、 TNT キャノンが完成しました。ちょっと使ってみましょう。いきます、いけ TNT、 よいしょ。うわ、どうなるぞ。うわ、結構いいじゃない。いけ、うわー、すごい、いい感じに空中で爆発しますね。これはレッドさんにもヒットするじゃない。うわー、うわ、いいね、これはヒットした。よし、 TNT キャノンが完成しました。じゃあ次は家の中を作っていこうかな。ちょっと床が岩盤だとなんか変な感じするので、カーペットを敷き詰めようかな。白いカーペットを敷き詰めて、よーし、これで結構おしゃれになりましたね。そうしたらレッドさんが来たらすぐ出動できるようにアイテム装着装置をね、作ろうかなと思います。ディスペンサーとレッドさん、ボタン、このね、3つで作れちゃいます。じゃあまずはディスペンサーをこんな感じで置いて、このディスペンサーの中に装備を入れていきます。じゃあ今回はこのレインボーのマルチアーマーでいこうかな。はい、よっしゃ、レインボーフルアーマー。このね、レインボーアーマー最強なんですよ。一回レーザーに当たってみようかな。いきます。えい、
こんな感じで、レーザーも何発か耐えることができまーす。まあまあ強いですね。じゃあこのレインボーアーマーをディスペンサーに入れて、じゃあ武器は、レインボーの弓とこれ、ダイヤモンドの剣かける8、攻撃力1000、これをね、使おうかなと思います。まあね、相手は太陽で浮いてるので、多分、剣は当たらないんじゃないかな。レッドストーン、ボタン、これでね、ボタンを押したら、アイテムを一瞬で装着することができまーす。じゃあ食料は横のチェストに入れておこうかな。横のチェストに、じゃあこれ、レインボーのリンゴ、これをね、あーって入れて、よーし、こんな感じかな。このね、レインボーのリンゴ、ほんとに最強なんですよ。一発でしてね、レーザーも、はい、こんな感じでもう、一発もダメージを食らえません。これやばくない？このリンゴ最強すぎるでしょ。もう全くダメージを食らえませんね。これはやばい。じゃあこのレインボーリンゴを食べて、レッドさんに挑みましょう。じゃあ窓を設置して、来たらすぐ分かるようにしようかな。赤色の窓を設置して、よし、これで、来たらすぐ分かりますね。あ、そうだ、ベッドで寝て、朝にしようかな。ベッドを設置して、よし、これで、いつでも寝たら、レッドさんと戦いますね。よし、ということで、セキュリティハウスが完成しました。うわ、すごい、よく見たらなんか、すごいカラフルなマイキーさんですね。よし、じゃあもう早速、朝に寝るまで待っちゃおうかな。じゃあちょっとベッドで寝ましょう。おやすみなさい。うわ、レッドさん来るのかな。おはようございます。あ、どうだ、うわ、待って、寝ても朝にならないですね。もう一回、よし、どうだ、はい、やれ、なんか寝ても朝にならないですね。うわ、マジか。じゃあおとなしくこの家の中で朝になるのを待ちましょう。いや、本当に来るのかな、怖いな。うわ、朝になった、クレイジーレッドさんって書いてある。本当に来たのかな。うわ、待って、クレイジーレッドさんがいますね。うわ、怖い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 。よし、じゃあ装備を装着しましょう。ボタンを押して、よいしょー、レインボーフラワー、やったー。よし、じゃあリンゴを大量に持ってリンゴ食べて行きましょう。うわー、すごい、虹色ですね。いけ、レインボーの弓、よいしょー。よし、当たったー。うわー、なんか今放ってきた、怖ー。うわー、なんか牛が出てきたんだけど、どういうこと。えいえい、よっしゃー、ステーキゲット。うわー、やばい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 、もう具体が降ってきた、すげー。よし、どんどん弓で体力削ってって、うわー、卵降ってきた、すごい、何この攻撃。うわー、すごい、どんどん近づいてきてますね。うわー、防具立てだ。よし、ちょっとこれ TNT キャノンとか使えるんじゃない。屋上行って、うわー、レッドさんがいる。これレーザー引っかかるんじゃない。よし、いけるいける。よし、レーザー引っかかった。うわー、すげーすげーすげー。うわー、やばいやばいやばい、なんかすごい、めちゃくちゃ牛が出てきて、火の玉を超放ってましたね。あ、スノーボールとか出てきた。よし、レッドさん来た、やばい、 TNT キャノンが壊されるね。いけ、どうだ。あ、でも待って、もうすぐに死ぬ。あ、待って、クレイジーレッドさんいなくなりましたね。気づいたらもう死んでましたね。今回の動画はデコビームーンが襲ってくるマインクラフト、どうすかね、村を守ることができるのか、クレイジーの補給は55回ってことでやっていきたいと思いまーす。どうぞこちらです。そういうことで、今日の夜デコビームーンがこの村を襲ってくるということで、夜になる前にセキュリティハウスを作ってこの村を守っていきましょう。あー、早く作んないと。よし、なんかいい感じの場所にやってきましたね。多分ネコビームーンはあっちから来ると思うから、こっち側にセキュリティハウスを作っていこう。じゃあまずはネコビームーンが村に行けないように岩盤の壁をね、作ろうかなと思います。コマンドを使って岩盤の壁を、よいしょー、岩盤の壁できました。これでネコビームーンは村には行けないでしょう。ということで、まだ高評価をしている人がいればよかったら高評価よろしくお願いします。あとで、ね、コメント全部返します。もう何でもいいので、アートとかでもいいのでコメントよろしくお願いします。あとで、ね、チャンネル登録も忘れすぎ。ということで、じゃあまずは道の途中にレーザーを作って来るのをね、妨害しようかなと思います。レーザーとレッドストーンを使って、はいはい、よっしゃ、レーザー設置できました。このレーザーの中に拡張アイテムを入れることができるので、何を入れようかな。じゃあこのダメージアップグレードから、このねダメージアップグレード本当に最強なんですよ。一回入れて、ちょっと一回入ってみましょう。いきます、えい、こんな感じでレーザーのね、簡単に死んでしまうんですよ。これやばくない。これならネコビームーンも簡単に倒せるでしょう。じゃあまずはレッドストーンを上に積んで、高いところまでレーザーを設置していきましょう。コピーして、はいはいはい、レーザー設置して、反対側にも設置していきます。レッドストーンを置いてレーザーを設置、はい、よっしゃー、道の途中にレーザーを設置することができました。これでネコビームーンは来れないでしょう。じゃあ次は僕が通れるように門を作って、じゃあね、 TNT キャノンとかを使いたいから、地面を黒曜石に変えて TNT をね、使えるようにしていきましょう。またコマンドを使って地面を黒曜石にする。よっしゃ、地面が黒曜石になりました。これで TNT が使い放題ですね。じゃあ次はセキュリティハウスを作っていこうかなと思います。じゃあ今回は相手はね、ネコビームーンということで、普通のマイキーさんの顔をね、作っていこうかなと思います。じゃあまずは家を作るところの地面を岩盤にね、変えていこうかなと思います。1,2,3,4,5,6,7,8、
8×8 に岩盤を設置して、いや、ネコビームってどれくらい強いんだろう。ついにネコビームがルナムーンになってしまいましたね。いや、強いのかな。てか攻撃して大丈夫かな。襲ってくるのかな。まあ襲ってきたら倒しましょう。よし、じゃあマイキーさんの頭を作ろう。緑と赤と黒でまずは顔を作っていきましょう。こんな感じで黄緑のコンクリート設置して、よし、じゃあ顔を作っていこう。目があって口がある。よっしゃ、マイキーさんの顔ができました。そしたら横と後ろも黄緑色で埋めていきましょう。いや、なんか噂によるとネコミームーンはなんか他のネコミームとかを出して攻撃してくるらしいんですよ。いや、なんか怖くない？ネコミームーンは攻撃してこないのかな。いや、わからないから楽しみだな。天井を作って、よーし、マイキーさんの頭が完成しました。じゃあドアを作って、鉄のドアを設置して、カーツパンでね、踏んだら開くようにしましょう。はいはい、よっしゃ、これで踏んだら開きますね。超楽だ。よし、そしたら家の周りをね、作っていこうかなと思います。じゃあ地面で使った岩盤で家の周りを囲おうかな。掘って岩盤で囲って、よーし、こんな感じかな。そしたら次はネザライトブロックで囲おうかな。もう一段掘ってネザライトで囲う。よーし、岩盤とネザライトで囲うことができました。そしたらネザライトブロックの道を作って、よし、どうしようかな。じゃあね、家の周りにマグマを設置しようかなと思います。まずはね、マグマブロックをこんな感じで置いて、このね、マグマブロックの横に溶岩をね、敷こうかなと思います。まあこれはね、他の猫耳も出して攻撃してくるらしいので、このね、溶岩に落として家を守ろうかな。まずはマグマブロックを置く穴を掘って、マグマブロックを敷き詰める。よーし、こんな感じかな。そしたら溶岩を流したいので、溶岩を流す穴を掘っていきましょう。こんな感じで穴を掘って、はい、よっしゃー、溶岩を流す穴を掘りました。そしたら溶岩入りバケツで溶岩を流して、これはもうね、適当に流していきましょう。ほらほら、よーし、こっちも流して、よーし、家の周りに溶岩を流すことができました。じゃあ次はこの溶岩の周りをネズライトブロックで囲っていきます。穴掘ってネズライトで囲って、よーし、こんな感じかな。そしたら道の途中で使ったレーサーでね、家の周りを囲っていこうかなと思います。この2つをコピーして、レッドストーンレーサー、よーし、こんな感じで家の周りにもね、レーザーを設置していきます。まずはレッドストーンブロックの柱を作って、よーし、そしたらレーザーを設置していきます。はいはいはい、よっしゃー、家の周りをレーザーで囲うことができました。これで結構守ってくれるんじゃない。あ、そうだ、このレッドストーンの横にもレーザー設置して、ちょっとでもね、セキュリティを良くしていきます。よーし、こんな感じかな。うわ、結構いいね。多分ネコミームーンも浮いてくるから、いい感じかなって入りだそうですね。よーし、こんな感じかな。そうしたら、じゃあせっかくね、地面を黒曜石にしたので、マイキーさんの頭の上に TNT キャノンを作っていきます。いや、当たるかな。屋上まで繋げて、丸石とハーフブロックで作っていきます。まずは丸石をこんな感じで置いて、ディスペンサー、はい、このディスペンサーの中に TNT を入れていきます。入れる TNT はこれ、 TNT×5、 普通の TNT の5倍の威力があります。これで発射したらどうなるんだろう。ちょっと一回やってみましょう。水流してボタンつけて、よっしゃ、完成しました。ちょっと一回使ってみましょう。いきます。えい、5倍で5倍を吹っ飛ばしてみよう。いけー。うわ、待って、マイキーさんの家が壊れちゃった。うわ、マジか。この5倍の TNT は水で防げないですね。岩盤とか使っててよかった。よし、じゃあ普通の TNT にしといて、これで大丈夫でしょう。いけー。どうだ。うわー、すごい、いい感じの場所で爆発しますね。これはネコミームーンにも当たりそう。よし、ということで TNT キャノンが完成しました。今回は当てたいな。よし、次はネコミームーンが来たらすぐ出動できるようにアイテム装着装置をね、作っていこうかなと思います。ディスペンサーとレッドストーンボタン、このね、3つを使って、まずはディスペンサーをこんな感じで置いて、このディスペンサーの中に装備を入れていきます。じゃあこれから全員下に変身して戦いましょう。よっしゃ、全員下になりました。これをディスペンサーに入れて、じゃあ武器はどうしようかな。なんか他のネコビームとかを出して攻撃してくるらしいから、これ剣を使って殴ろうかなと思います。剣と指、この2つをディスペンサーに入れて、レッドストーンボタン、これでね、ボタンを押したら一瞬で装備を装着できます。横のチェストに食料を入れていきましょう。レインボーリングを入れて、よーし、こんな感じかな。じゃあちょっとカーペットを敷き詰めておしゃれにしようかな。こんな感じでカーペット敷き詰めて、よーし、カーペット敷き詰められました。そうして来たらすぐ分かるように窓を設置しようかな。緑の窓を角に設置して、よーし、これで来たらすぐ分かりますね。よーし、ということでセキュリティハウスが完成しました。やったー。よし、もう早速夜になるまで待っちゃおうかな。いや、本当にネコミームーン来るのかな。怖いな。待ちましょう。よーし、夜になった。ネコミームーンって書いてある。本当に来たのかな。うわ、待って、ハーキャットがいますね。うわ、すごい、ネコミームーンだ。やばい、怖い。よっしゃ、装備装着して、よっしゃ、全員下になりました。レインボーリング持って行きましょう。え、これ本当に攻撃してくるのかな。めっちゃいいやつの可能性もある。行ってみましょう。こんにちは。うわー、
ンティー出してきた。嘘、これは敵ですね。うわー、ヒロトも放ってきた。うわ、敵ですね、これ。うわ、怖い。攻撃していいのかな。うわ、また TNT。よかった、自分を強すぎにしといて。よし、指でどんどん体力削って。うわー、びっくりした。うわー、雷で。またのキャットが出てきた。え、これ攻撃してくる。うわー、攻撃してきてる。仕方ないけど倒してみましょう。えい、よーし。どんどん猫ミームの体力削って。うわ、また。めっちゃ出てくるじゃん。めっちゃ TNT を出してきますね。これは怖い。よし、ちょっと TNT キャノンを使いに行ってみようかな。屋上を登って。よいしょ、どうだ。いや、でもちょっと横に離れてるから当たらなそうだな。よし、レーザー引っかかった。よし、いける。うわー、すげえ。めちゃくちゃ火の玉を放ってますね。よし、もう、体力がほぼないですね。これ倒すじゃんじゃない。行きまーす。行けー、よっしゃー、ネコビーム倒すことができました。今回の曲は、フローズンフェノムーンが襲ってくるマイクロフト、この世界で村を守ることができるのか、今回の曲は100個言うかってことでやっていきたいと思いまーす。どうしたこちらで、そういうことで、今日のエレフローズンフェノムーンがこの村を襲ってくるということで、ゴーテルナムーンですね。いやー、ちょっと夜になる前にセキュリティハウスを作ってこの村を守っていきたいなと思います。早く作んないと。よっしゃ、まずは多分ね、あっちから来ると思うから、村を守るためにね、コマンドで岩盤の壁を作っていきましょう。コマンドを使って岩盤の壁を、よっしゃー、岩盤の壁できました。これで村を守れるでしょう。ということで、まだ攻撃をしてる人がいたら、よかったら攻撃よろしくお願いします。あとね、コメントしてくれたら全部返すので、もう何でもいいのでコメントよろしくお願いします。あとね、チャンネル登録もよろしく。ということで、なんかフローズンラムーンは凍らせてきたりするらしいから、ちょっと道の途中に蜘蛛の巣が置いて妨害しようかな。多分浮いてくると思うから、レーザーを張り巡らせて守ろうかなと思います。レッドストーンブロックを置いて、このレーザーモッドのレーザーを使って、はい、うわー、レーザーだー。このね、レーザーの中にこのアップグレードアイテムを入れると拡張できるということで、何入れようかな。まずはダメージアップグレードとレーザーを伸ばすやつ、この2つ入れて、あと何があるかな。あ、じゃあファイヤーアップグレードを入れてみよう。はい、これどうなんだろう。ちなみにね、このレーザー体力マックスの状態で当たると、こんな感じで一発でね、死んでしまうんですよ。このレーザーちょっとヤバすぎない？これだったらもう一瞬ね、フローズンラムーンのこともほかせそうですね。じゃあレッドストーンをこんな感じで置いて、このね、レーザーをコピーして、はい、こんな感じで高いところまでレーザーを張り向けらせましょう。よいしょ、こんなもんかな。これは絶対入ってこれないでしょ。うわ、これはやばい。もう僕は絶対入れないですね。やったー。じゃあ次はセキュリティハウスを作っていこうかなと思います。じゃあね、セキュリティハウスはマイキーさんの善一さんの顔でセキュリティハウスを作ろうかな。じゃあまずは作るところを岩盤にしましょう。いや、黒曜石にするか。こんな感じで床を黒曜石にして、いや、フローズンルナムーンはなんか火の玉じゃなくて氷の玉をね、放ってくるらしいんですよ。いや、氷の玉って何って感じなんですけど、いや、氷の玉何が起きるんだろう。凍っちゃうのかな。ちょっとそれも当たんないように気をつけないとですね。よーし、床を黒曜石にできました。じゃあマイキーさんの善一さんの顔を作っていきましょう。このコンクリートを使って、まずはマイキーさんの顔を作ろう。いやー、顔作るの結構大変だな。よし、こんな感じで横を開けて善一さんの顔とくっつけて一個の家にしようかなと思います。よーし、顔以外はできました。じゃあ目を、はい、こんな感じだよね。そうしたら口を作ると、あれ、なんかちょっとおかしくない？一段下か。よし、どうだ。おほー、マイキーさんの顔になりました。次は善一さんの顔を作りましょう。じゃあまずは顔から作っていこうかな。よし、そしたら髪があって、はぁ、難しいな。あ、こんな感じじゃない？あ、こんな感じだ。あれ、もう一段下かな。そしたらこんな感じで目があって、はぁ、善一さんっぽいですね。よし、そしたら横と後ろも作っていきましょう。もうあとは茶色で埋め尽くすだけですね。よし、こんな感じかな。うわ、結構いい感じですね。そしたらじゃあ黒曜石でこの家の周りを囲っていきましょう。こんな感じで穴掘って黒曜石で埋める。じゃあちょっとおしゃれに鉄ブロックでも囲っちゃうかな。こんな感じで鉄ブロックでも囲って、よし、こんな感じかな。じゃあちょっと入り口をね、作ろうかな。鉄のドアとボタンを使って、はい、よし、これでプレイヤーしか開けられないボタンでドアを作れました。内側は間圧板にしましょう。よし、いい感じですね。じゃあちょっと溶岩で周りを埋め尽くしたいなと思います。溶岩入りバケツを使って 1,2,3,4 マスに流そうかなと思います。いつもはね、2マスなんですけど、今回はもう相手は氷ということで、もう熱くしていこうかなと思います。いや、相手は氷だから燃やしたら溶けたりするのかな。どうなんだろう。ワンチャン弱点
変かもしんない。いやでも火炎耐性がついてさ、どうやって倒せばいいんだろう。普通にもう指とかで倒すしかないのかな。よし、穴掘れたら溶岩エリベケツをおら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 、こんな感じで溶岩を流していきましょう。よし、こんな感じかな。うわ、めっちゃいい感じ。そしたらね、僕もできるようにハーフブロックとか使って渡れるようにしましょう。こんな感じで階段とハーフブロックを使って、こんな感じかな。うわ、めっちゃいい感じですね。これで多分僕しか出入りできないでしょう。じゃあね、次はさっき道で使ったレーザーを使って家の周りを囲っていきたいと思います。レーザーとレッドストーントーチと岩盤を使って、こんな感じで岩盤で柱を立ててレーザーを敷いていきましょう。レッドストーントーチを、えいえい、よーし、いい感じですね。じゃあそしたらさっきと同じダメージアップグレードとレーザー伸ばすやつとファイアアップグレードを使っていきましょう。これは最強でしょう。よーし、反対側もやっといて、よっしゃ、横と後ろもやっていきましょう。じゃあもう誰も入ってこれないような感じにしよう。後ろもやって、よーし、こんな感じかな。うわ、めっちゃいいですね。これは絶対入ってこれない。じゃあなんかこれレーザーの下が草ブロックだとなんか嫌なので、鉄ブロックにしていきましょう。こんな感じで下を掘って鉄ブロックに変えて、よいしょ、こんな感じかな。うわ、結構いい感じですね。で、ちょっとなんとなく家の周りにサボテンとか置いておこうかな。サボテンと砂を使って、まずは周りを砂で囲みましょう。砂を置いて、よし、そしたらサボテンを置いていきましょう。こんな感じで長いサボテンを置いて、よし、こんな感じかな。うわ、結構いいですね。じゃあちょっと一応この屋上に、いや、発射装置とかつけておこうかな。こんな感じではしごを取り付けて、よいしょ。じゃあディスペンサーと矢とレッドストーンを使って、使うか分かんないけど一応設置しておきましょう。ディスペンサーを置いて、この中に矢をバーって入れてコピーして、はい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 、ちゃんと入ってるかな。よし、入ってる入ってる。あ、間違えた。はい、うわ、やばい、ワールドが重くなっちゃう。よし、じゃあ貫通板を踏んだら発動するようにしましょう。えい、よっしゃ、ちゃんと発動しますね。これ使うかな。よっしゃ、ということでセキュリティハウスがね、完成しました。じゃあちょっとね、家の中を作っていこうかな。じゃあまずはフローズンルナムーンが来たらすぐ出動できるようにアイテム装着装置をね、作っていこうかなと思います。ディスペンサー、レッドストーン、ボタンを使って、はいはい、こんな感じでディスペンサーを置いて、この中にね、アイテムを入れていきましょう。じゃあ今回はね、このゼイスさんとマイキーさんの頭を使って、はいはい、このね、装備でいこうかなと思います。体はゼイスさんで、顔マイキーさんっていうすごい感じでいきましょう。ディスペンサーの中にアイテム入れて、何を使って戦おうかな。あ、じゃあ指とトーテムかな。指とトーテム入れて、レッドさん、石のボタン、これでね、ボタンを押したら一瞬でアイテムを装着できます。じゃあ横のシストに食料入れとこうかな。このレインボーリングを入れまくって、よーし、こんなもんかな。じゃあちょっと一応カーペットとか敷いていい感じにしようかな。よーし、結構いい感じですね。よし、ちょっと地下室にビーコンを立てて力をつけようかなと思います。下に掘ってダイヤブロックを置いて、何色にしようかな。じゃあ赤とオレンジを使おうかな。オレンジをこう置いて、そしたらビーコンを置きましょう。ビーコンを、はいはいはい、よっしゃー、どうなってる。うわー、めちゃくちゃかっこいいですね。うわ、これはいい。反対側もやりましょう。ダイヤブロックを敷いて、えいえいえい、やったー。うわ、めっちゃセキュリティハウスっぽくなりましたね。これはいい。よっしゃ、ということでセキュリティハウスが完成しました。やったー。よっしゃ、夜になるまで待とうかなと思います。本当にフローズンルナムーン来るのかな、わからないですけど待ちましょう。あ、そうだ、窓設置して来たらすぐ分かるようにしよう。こんな感じでガラス置いて、よーし、これで来たらすぐ分かりますね。よっしゃ、夜になるまで待とうかなと思います。本当に来るのかな。え、来た、フローズンルナムーンって書いてある。え、いなくない。わー、待って、フローズンルナムーンがいますね。うわ、すげえ、めっちゃ凍ってるやん。よっしゃ、行きます。はい、よっしゃ、マイキーさんと全員さんになりました。とっても左手に持ってリング持ちまくって、よしと行ってみましょう。本当になんか凍ってますね。いや、怖いな、大丈夫かな。じゃあちょっと弓矢打ってみましょう。行け、弓矢、はい。お、あ、今燃えてるのにこれ火が効かないですね。うわ、なんだこれ、なんかやばそうな弾を放ってきましたね。うわ、なんかこっち来てますね。えい、やばそうなの放ってますね。なんなんだろう。あ、ドラゴンブレスっぽいですね。うわ、なんかミス出してきた。なんだこれ。うわー、びっくりした。なんか見たことない村人が攻撃してきますね。フローズン村人だ。やばい、めっちゃ重い。よし、これレーザーで倒せるかな。レーザー引っかかれ。よし、レーザーで一発で死ぬ。押しまくって、よっしゃー、フローズン村人入れ。よし、これで結構削るぞ。よし、どうだ。うわー、やばい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 、すげえ、めっちゃ暴れてる。うわ、
めっちゃ重い。よっしゃ、でも体力をね半分まで削ることができました。うわー、床が氷になった。やばい、めっちゃ重いですね。ほら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 、レーザー中に入れたい。あれどこ行った、あれどこ行った、どこ行ったんだ。あ、でもレーザーで死にそう。よっしゃー、めちゃくちゃ重いけどフローズヌナム倒すことができました。今回の動画は全1年と最後の総敵のマイクロフト今日使いで村を守ることができるのか、今回の目標は20個以上かってことでやっていきたいと思いまーす。どうぞこちらで、そういうことで明日の朝全1さんがレッドさんになってこの村を襲ってくるということで、朝になる前にセキュリティハウスを使ってこの村を守っていきましょう。あ、早く作んないと。おー、なんかいい感じの場所がありますね。じゃあここにセキュリティハウスを作っていこうかな。じゃあまずは岩盤の壁を作って村に行けないようにしようかな。コマンドを使って岩盤の壁を、よいしょー、岩盤の壁できました。これで全1レッドさんは村には行けないでしょう。ということでまだ高評価をしていただいてね、よかったら高評価よろしくお願いします。あとね、やってほしい都市伝説キャラがいたらコメント欄に書いてください。あとコメントを全部返します。チャンネル登録もよろしくね。ということでじゃあ次は道の途中にレーザーを設置してこっちに来れないようにしようかなと思います。じゃあここら辺家の前に作ろうかな。レーザーモードのレーザーとレッドストーンブロックを使って、はいはい、レーザーをね設置することができました。このレーザーの中に拡張アイテムを入れることができるので、何を入れようかな。じゃあやっぱりこのダメージアップグレードかな。これ本当に最強なんですよ。ダメージアップグレード入れてちょっと一回モブに当たってもらおう。じゃあクリーパー、こんな感じでクリーパーもね一発で死んでしまうんですよ。これやばくない？もう何でもモブなら一発で死にそう。ゾグリン、うわーすごい、あのゾグリンも一発で死にましたね。この最強すぎるレーザーを高いところまで設置していきましょう。やっぱり相手はレッドさん太陽なので、高いところまで設置して乗り越えられないようにしましょう。こんな感じでレーザー設置して、よし、こんなもんかな。これを反対側にも設置しましょう。レッドストーン置いて、反対側にもレーザーを設置。よし、反対側にもレーザー設置できました。これは乗り越えられないでしょ。よし、次は僕が通れるように門を作ろうかな。岩盤を使って、こんな感じで。まあね、レッドさんは浮いてるので、どれくらい広くしても多分入ってこれないでしょ。よし、道の途中にレーザーを設置できました。じゃあ次は、ちょっと TNT キャノンとか作って、大爆発を起こしたいから、この地面を黒曜石に変えて、いつ爆発してもいいようにしようかな。またコマンドを使って、やっぱりコマンドめちゃくちゃ楽ですね。地面を黒曜石にする。よっしゃ、地面が黒曜石になりました。これで爆発しまくっても大丈夫でしょう。じゃあ次はセキュリティハウスをね作っていこうかなと思います。じゃあまずはセキュリティハウスを作るところの地面をネズライトに変えようかな。1×8×8 に地面を掘ってネズライト敷き詰めて、いやー、全員さんのレッドさんってどれくらい強いんだろう。マイキーさんはルナムーンで、全員さんはレッドさんだから、なんかレッドさんの方が強いイメージがあるから、今回は結構倒すの大変そう。じゃあ相手は全員さんということで、マイキーさんの顔の家を作ろうかな。じゃあまずは黄緑色のコンクリートをこんな感じで置いて、まずは顔から作っていこうかな。こんな感じで黄緑で、顔はねめちゃくちゃ簡単なんですよ。黒と赤でできますね。目があって、口が、あれ、よっしゃー、マイキーさんの顔はできました。あとは横と後ろ緑で埋め尽くすだけですね。簡単だ。なんか噂によると全員さんのレッドさんは溶岩とかなんか偽物のマイキーさんを出して攻撃してくるらしいです。いや、どういうことって感じなんですけど、うわ、よくわからないことをしてきそうだから楽しみだな。天井を作って、よーし、マイキーさんの頭が完成しました。そうしたらドアをつけましょう。鉄のドアを設置して貫通板で開くようにしようかな。はいはい、よっしゃ、踏んだら開きますね。これは便利だ。よし、次は家の周りをね作っていこうかなと思います。じゃあまずはこの床で使ったネズライトで家を囲うかな。家の周りを掘ってネズライトブロックで囲う。よーし、囲いました。そうしたらじゃあ次は岩盤で囲うかな。また家の周りを掘って岩盤で囲う。よーし、家を岩盤で囲いました。そうしたら岩盤の道を作って、じゃあね、家の周りに溶岩を設置しようかなと思います。じゃあおしゃれに設置したいから、こんな感じでマグマブロックを置いて、このマグマブロックの横にこんな感じで溶岩を設置しようかなと思います。なのでまずはマグマブロックを敷き詰めましょう。こんな感じでマグマブロックの穴を掘って、よーし、掘れた。そうしたらマグマブロックで敷き詰めて、よーし、マグマブロック置きました。そうしたら溶岩を流す穴を掘って、いや、多分ね、相手はレッドさんで浮いてるので、多分ね、この溶岩は意味ないので、もうおしゃれに作っていきましょう。よーし、溶岩流す穴を掘れました。そうしたら溶岩を流していきます。よーし、溶岩流した。そうしたら1マスにも流して、よーし、流すな。うわ、結構おしゃれになりましたね。これはいい。よっしゃー、さっき道の途中で使ったレーザーで家の周りを囲いたいから、このレーザーを設置するところの地面を岩盤に変えていこうかなと思います。こんな感じで黒曜石を掘って岩盤に変える。
よーし、岩盤で家の周りを囲いました。そうしたらレーザーをね設置していこうかなと思います。コピーしてレッドストーンの柱立ててレーザーを、はいはいはい、よっしゃー、レーザーを設置できました。このレーザーで家の周りを囲っていこうかなと思います。じゃあまずは家の角にレッドストーンの柱を作って、ここにレーザーを取り付ける。後ろにも設置して、前にも設置、よっしゃー、レーザーで家の周りを囲うことができました。これは全域さんのレッドさんも入れないでしょう。じゃあ次は地面をね北洋石にしたので、 TNT キャノンをね作ってダメージを与えようかなと思います。じゃあこのマイッキーさんの頭の上に TNT キャノンを作ろうかな。はしごで屋上までつなげて、じゃあそしたら TNT キャノンを作っていきましょう。丸石とハーフブロックを使って、まずは丸石をこんな感じで置いて、ディスペンサーにね TNT を入れていきます。じゃあ何を入れようかな。やっぱりこれ TNT かける5かな。普通の TNT の5倍の威力があります。これならレッドさんにも当たるでしょう。じゃあこの横のディスペンサーには普通の TNT を入れていきます。これをコピーして、はいはい、あ、待って、向き間違えた、えーいわー、 TNT まみれだ。じゃあこれに水を流してレッドストーンつなげてリピーターで送らせて、よっしゃー、 TNT キャノンが完成しました。じゃあちょっと使ってみましょう。レバーを、えーよっしゃー、発動した。どんな感じ、ドカーン、あーちょっと爆発が遅いですね。あー、レーザーが壊れちゃった。これどうだ、もう一回、いやちょっと早いかな。うわー、めっちゃ吹っ飛んだ。あ、でもいい感じじゃない。あ、これやっぱ違いますね。飛ぶ距離が一回一回違うので、まあいい感じに飛んで当たってくれることを祈りましょう。ということで TNT キャノンが完成しました。よっしゃー、じゃあ次は家の中を作ろうかな。じゃあ全員さんのレッドさんが来たらすぐ出動できるようにアイテム装着装置を作ろうかな。ディスペンサー、レッドさん、ボタン、このね3つで作れちゃいます。まずはディスペンサーをこんな感じで置いて、このディスペンサーに装備を入れていきます。じゃあやっぱり相手は全員さんということで、マイキーさんになって戦おうかな。はい、よっしゃー、マイキーさんになれました。このマイキーさんのアーマーをディスペンサーに入れて、次は武器を入れていきましょう。じゃあ武器はこのマイキーさんの弓と、これダイヤモンドの剣かける8攻撃力せ、これをね使おうかなと思います。まあね、さすがに相手は太陽なので当たらないのかなと思いながらも使っていきましょう。レッドストーンボタン、これでねボタンを押したら一瞬で装備を装着できます。そしたら食料は横のチェストに入れとこうかな。じゃあこのレインボーのリンゴをバーって入れて、よし、こんな感じかな。そうしたらちょっと地面がデーズライトだとなんか変な感じするので、カーペットを敷き詰めよう。じゃあマイッキーさん色の緑色で敷き詰めて、よーし、カーペットを敷き詰められました。そして全員さんのレッド線が来たらすぐ分かるように窓を設置しておきましょう。よーし、これで来たらすぐ分かりますね。よし、じゃあ早速朝になるまで待とうかなと思います。いや本当に来るのかな。あ、そうだ、ベッドで寝れば朝になるじゃん。じゃあマイッキーさん色の緑色のベッドで寝ましょう。よーし、じゃあおやすみなさい。いや朝になるのかな。全員さんのレッドさん本当に来るのかな。いや怖いな。よし、おはようございます。これ朝になってないですね。嘘、これ何回入れても朝になれないんじゃない。うわ、何回入れても朝になれない。よし、おとなしく待って朝になるまで待ちましょう。全員レッドさんの階段で本当に来たのかな。これいる。うわ待って、全員さんの顔のレッドさんがいますね。うわ怖い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 。よし、じゃあボタンを押して、よっしゃー、マイキーさんになりました。そうしたらこのエンチャントレインボーリング食べて、うわ本当にいる、行きましょう。うわ怖いな。よし、マイキーさんの指を、えー、よし当たった。うわ溶岩出してきた。レッドさんっぽいですね。えいえいえい。うわびっくりした。うわ理想のマイキーさんが出てきた。うわ攻撃してきますね。怖い怖い怖い。こういう時に剣を、えー、やばって、剣が効かない。嘘、指で倒して目が赤い。これは理想ですね。どんどん前全員さんの体力を削って、うわまた出てきた。これちょっと厄介ですね。よし、指には打ちまくって倒して、うわなんか炎も出してきますね。やっぱレッドさんだから焼き尽くしてきますね。よかった、地面を北洋好きにしといて。よしよし、こっち来てるこっち来てる。これは TNT けど当たるんじゃない。いけ、TNT けど、よいしょー、いや当たるかな。うわ、いったいった。いやでも当たんない。もう一回、よし当たるんじゃない。いけー、うわー、やばい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 、うわーなんだ今の。うわすごい、めちゃくちゃ火の玉を放ってきましたね。よし、でも体力を半分まで削ることができました。いやー TNT キャノン当たらなかったな。よしよし、でもあともうちょっと。よし、行きます、いけるかな。えーよっしゃー、全員さんのレッドさんを倒すことができました。よっしゃー、今回の動画はギャラクシーレナムーンが襲ってくるマイクロと気を使いで村を守ることができるのか、今回の目標は50個予約ということでやっていきたいなと思います。
ますごちるです。そういうことで、今日の夜、ギャラクシールナムーンがね、この村を襲ってくるということで、夜になる前にセキュリティハウスを作って、この村を守っていきましょう。あ、早く作んないと。よし、なんかいい感じの場所にやってきましたね。多分ギャラクシールナムーンはあっちから来ると思うから、こっちにね、セキュリティハウスを作っていきましょう。じゃあまずは、黒曜石で壁を作って、ルナムーンが村に行けないようにしましょう。コマンドを使って、黒曜石で壁を、よいしょ、黒曜石で壁できました。これで、ギャラクシールナムーンは村には行けないでしょう。ということで、まだ攻撃をしている人がいてね、よかったら高評価よろしくお願いします。あとね、コメント全部消すのでも、あっとこでもいいので、コメントよろしくお願いします。あとチャンネル登録も忘れずに、ということで、じゃあまずは、道の途中にレーザーを設置して、ルナムーンが来るのを妨害しようかなと思います。レッドストーンブロックと、レーザーを使って、はいはい、よっしゃ、レーザーを設置できました。このレーザーの中に、拡張アイテムを入れることができるので、何を入れようかな。じゃあ、このファイヤーアップグレードと、ダメージアップグレード、このね、3つを使おうかなと思います。この3つがね、本当に最強なんですよ。一回ちょっと入ってみましょう。はい、ネザライトフルになって、いきまーす。えいこんな感じで、ネザライトフルでもね、簡単に死んでしまうんですよ。これやばくない？これなら、ギャラクシールナムーンの体力も結構削れるでしょう。じゃあ、このレーザーをコピーして、高いところまで設置していきましょう。レーザー置いて、よーし、反対側にも設置しましょう。反対側にも設置して、はーい、よっしゃー、ミシェルの中にレーザーを設置することができました。これなら、ルナムーンも通れないでしょう。じゃあ次は床を黒曜石に変えて、TNT とかをね、使えるようにしようかなと思います。またコマンドを使って、地面を黒曜石にする。よっしゃー、地面が黒曜石になりました。これならもう、TNT が使い放題ですね。よっしゃー。じゃあ、僕が通れるように門を作っておいて、よーし、こんな感じかな。そうしたら、セキュリティハウスをね、作っていこうかなと思います。で、今回は相手はね、ギャラクシールナム紫色だと思うので、今回は紫色のマイキーさんを作っていこうかなと思います。じゃあまずはマイキーさんを作るところの床をネザライトにしていきます。 1,2,3,4,5,6,7,8 8×8 にネザライトブロックを敷き詰めて、いや、ギャラクシールナムってどれくらい強いんだろう。ギャラクシーって名前だからめちゃくちゃ綺麗そうじゃない？うわ、楽しみだな。何をしてくるんだろう。全く想像がつかない。床をネザライトにして、じゃあ次は紫色のマイキーさんを作っていきます。まずは紫色のコンクリートをこんな感じで置いて、まあね、マイキーさんの頭は簡単に作れるので、毎回マイキーさんですね。ではそしたら顔を作っていきましょう。赤と黒で目があって、口が、はいはい、ある。よっしゃー、紫色のマイキーさんですね。じゃあ横と後ろを作って家にしていきましょう。なんか噂によると、ギャラクシールナムーンはなんか宙に引っ張ってくるらしいんですよ。なんか怖くない？浮かしたりして攻撃してくるらしい。いや、全く戦ったことのない感じですね。うわ、楽しみ。よし、マイキーさんの頭ができました。そうしたら別のドアにして、カーンつまんで踏んだら共有しましょう。よーし、これで結構楽ですね。そしたらじゃあ家の周りを作っていきます。床で使ったネザライトで家の周りを囲って、よーし、こんな感じかな。そうしたら岩盤でもね、家の周りを囲っていこうかなと思います。もう一段掘って岩盤に帰れ。よーし、結構いい感じですね。そうしたら岩盤の道を作って、なんかね、ギャラクシールナム以外にもギャラクシーの変なモブとかを呼び出して攻撃してくるらしいから、そういうモブが来れないように家の周りに溶岩を流していきます。まずはマグマブロックを設置して、このマグマブロックの横に溶岩を敷いていきます。じゃあまずはマグマブロックを敷き詰めて、よーし、そしたら溶岩を流していきます。じゃあまずは溶岩を流す穴を掘って、よーし、掘れました。そしたら溶岩をね、適当に流していきます。ほらー、よーし、こっちにも流して、よっしゃー、家の周りに溶岩を流せました。うわ、これはなんかかっこいいね。よし、そしたら道の途中で使ったレーザーでね、家の周りを囲っていきます。レッドストーンを置いて、レーザーを置く。よしよし、いい感じですね。じゃあレーザーで家の周りを囲うかな。まずはレッドストーンブロックの柱を作って、全方向にレーザー設置して、よーし、レーザーで家を囲うことができました。これ結構いいんじゃない？これを守ってくれそう。じゃあついでにレッドストーンブロックの横にレーザーを置いていきましょう。ちょっとでもセキュリティを良くしていきます。よし、こんな感じかな。うわ、これは守ってくれそう。よし、そしたらせっかくね、床を黒曜石にしたので、このマイキーさんの頭の上に TNT キャノンをね、作っていこうかなと思います。いや、当たるかな。まだね、ルナムーンに2回くらいしか TNT キャノンを当てたことがないんですよ。今回は当てたい。丸石とハーフブロックを使って、まずはこんな感じにブロックを置いて、ディスペンサー、このディスペンサーの中に TNT を入れていきます。じゃあ入れる TNT はこれかな。 TNT×5、 これはね、普通の TNT の5倍の威力があります。そして横のディスペンサーには普通の TNT コピーして、はいはい、水流して、レバーつけて、完成しました。うわ、どんな感じなんだろう。いけー、うおー、すご
ばい、めっちゃ吹っ飛んだ。あ、待って、結構いい感じじゃない？なんかここら辺で爆発したから、これはルナムーンにもヒットしそう。これは大成功だ。もう一回、うわぁ、これはいいね。これは今回のヒットしそう。よし、CNT キャノンが完成しました。じゃあ次はルナムーンが来たらすぐ出動できるようにアイテム装着装置を作ろうかな。ディスペンサーとボタン、レッドストーンを使って、まずはディスペンサーをこんな感じで置いて、このディスペンサーの中に装備を入れていきます。じゃあこのレインボーのマルチアーマーかな。はい、レインボーフルアーマー、これをね入れていきましょう。レインボーアーマーをディスペンサーに入れて、武器はこれ、レインボーの指とダイヤモンドの盾、これでいきましょう。この2つ入れて、はい、これでボタンを押したら一瞬でアイテムを装着できます。じゃあ横のチェストに食料を入れていきましょう。じゃあこのエンチャントレインボーリングかな、これを入れて、よーし、じゃあちょっとカーペットを敷き詰めて床をおしゃれにしようかな。カーペット敷き詰めて、よーし、これで明るい感じになりましたね。じゃあルナムーンが来たらすぐ分かるように窓を設置しましょう。紫色の窓で、よーし、これで来たらすぐ分かりますね。よし、ということでセキュリティハウスが完成しました。じゃあもう早速夜になるまで待っちゃおうかな。いや本当にギャラクシールナムーン来るのかな。いや怖いな。じゃあ待ちましょう。あ、夜になった、ギャラクシールナムーンって書いてある、来たのかな。うわ待って、ギャラクシールナムーンがいますね。てかめっちゃ綺麗じゃない。いや、これ本当に攻撃してくるのかな。いや、ずっと見てたい。よしよし、まあボタンを押して装備装着して、リンゴ大量に持って行きましょう。うわ怖いな。ちょっと一回 TNT キャノンを放ってみよう。いけ TNT キャノン、よいしょ、当たるかな。いけー、あー当たらない。よしよし、ギャラクシールナムーンこっち来てますね。うわびっくりした。待って、これが噂のギャラクシーのモブか。うわ痛い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 、ギャラクシー村人だ。えいえいえい、意外と弱い。うわもう一体出てきた、めっちゃ呼び出しますね。よし、えい、よし当たった。うわなんだこれ、ギャラクシー溶岩かな、なんか出してきましたね。ほら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 、体力削ってピード玉を放ってきますね。これは怖い。まあでも床を黒曜石にしてよかった。よしよし、指でどんどん体力削って、うわー浮いた。うわこれが引力で引っ張ってくるってやつか。うわ TNT だ、びっくりした。よし、レーザーに引っ掛けましょう。いやー避けてね、普通に指で体力削りまくって、よし半分まで体力を削ることができました。結構いいんじゃない。いやこれなんか村に向かってますね。やばいやばい、阻止しないと、離れろ。よしよし、これで押し出して、よしあともうちょっとだ。よし行きます、オラー。よっしゃー、ギャラクシールの分倒すことができました。いやーやばい、結構手強かったですね。ギャラクシーのレムンタワーさん、いやめちゃくちゃ綺麗だったな。うわすごかった。ということでご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ってくれたら高評価、チャンネル通知をよろしくお願いします。ということで次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。